ナイター競輪発祥の地函館で、サマーナイトフェスティバル、今回11回目になりますけど行われます。昨年から始まりましたガールズ競輪フェスティバルも、同時に3個レース行われます。今年からは3日制になりました。2日制で、1着だけで勝ち上がるといったシステムだったんですけれども、これからやっぱりナイターでの、グレードレース、より今後の展開をしていくのも含めて、今回の開催がどうなるのか非常に注目。3日制であったり4日制のその記念 G1 をやれるかどうかというところはまた難しくなってくるとは思うんですけれども、このナイターの時間帯にどういった形で、大きな大会をできるか非常に注目になってきます。ガールズ競輪コレクション、もちろん中心は小林優香なんですけれども、今すごくこう選手たちがそれぞれ成長していて個性ある選手が増えてきている。男子はやはりこの北日本、地元の菊池栄翔が一人いるということで、まあ、菊池を応援したい気持ちと、まあ、新しく出てくる選手がいるのかいないのか、甲子あたりを見ながらのシリーズになると思います。予想は初日の特選の12レースとガールズ競輪から1つやっていこうと思います。ガールズ競輪はオープニングの1レースを狙おうと思います。初週も入ってくる形としては1、2、6、5、3、7、4、まあ、石井博子1番車で前を取ってくるのか、2番車戸田美代子、6番車長澤彩、5番マシモルルコ、3番門脇真由美、7番山原さくら杉沢恵子が4番車先行するのが、まあ、5番のマシモであったり6番の長澤というところ。山原が積極的にかましてくるか、石井がやはり中心で、中段以内番手あたりから番手まくり直線抜け出しが本命戦なんですけれども、大きいレースの1レース目、マシモが先行した時に仮に長澤が番手に入るとか、山原がかまして長澤だったり、または長澤が1周過ぎぐらいからかませる展開だったりというところを考えると、この長澤彩、笑顔が非常に素晴らしい、絵に描いたような笑顔、このスマイリーが爆発して1レースから、まあ、後輩党になって、大きな笑顔をファンにも後輩党というところを期待しようと思います。男子の狙いは初日の特選12レース、並びは3番9番新田雄大に山崎義人、1番5番武田豊樹に神山雄一郎、4番7番稲垣博之に村上義弘、2番6番浅井光太に近藤辰徳、8番が大塚健一郎。スパイシーと書いているところ、スパイスになるのはやはりこの6番と8番大塚は繰り上がりでこの特選に乗ってきたということと、前回富山の最終日が素晴らしかった、不動会の仲間である園田拓実が G1 を勝ったこともあって、この大塚も本当に闘志がメラメラと湧いています。近藤辰徳もこの G2 レースの特選に初めてシードされて、ここで近藤が存在感を見せつつ、やはりこの車検に絡むということができるかどうか問われる一戦になると思います。浅井に食らいついて絡んでくる、この6と8をスパイスにしつつ、やはり武田豊樹、浅井光太、新田雄大、力でこう迫ってくるポイント。京都勢評価を下げているんですが、ちょっとまあ稲垣が手足口病というような影響もまあなくなって体調を立て直してきたというところであるんですけれども、その稲垣とちょっと後位の村上は評価を下げましたが、1、2、3、6、8、後輩とここから狙おうと思います。サマーナイトフェスティバルで1レースは15時20分午後の3時20分が発走になります。最終レースが20時20分ということで、このナイターの時間帯非常に多くの人に楽しんでもらえればと思います。レースは本当に湧き上がる素晴らしいレースになると思います。12個レース注目していきましょう。